こんにちは、デリッシュキッチンです。バラ鍋を作ります。大根4分の1個は薄切りにします。人参2分の1本も薄切りにしましょう。白菜4分の1個は食べやすい大きさに切ります。しめじ2分の1パックは根元を切り落とし、食べやすい大きさに分けましょう。水菜2分の1袋は4センチ幅に切ります。大根を2センチ程度重なるように置き、端からふんわりと巻いていきます。人参も同様に巻きましょう。豚ロース 250g も2センチ程度重なるように置き、同様に巻きます。ボウルに酒大さじ2、みりん大さじ2、塩小さじ3分の2、醤油小さじ1、おろしにんにく小さじ1、おろし生姜小さじ1、ごま油大さじ1、水 600cc を入れて混ぜ合わせ、お鍋のベースを作ります。お鍋に白菜を敷き詰め、成形した食材、しめじ、水菜を置き、塩鍋ベースを加えます。中火で火が通るまで煮たら完成です。食材を巻いて簡単華やか鍋、いかがですか？